夜中に愛県 S 市の愛の森っていう全国的にも有名な心霊スポットに俺と友達で行ったんだけどさ、霧が出てて雰囲気はあったんだけど特に何もなかったんだよね。霊が出たとかエンジンかかんねとかなし。もう帰るかっつって車乗って帰る途中、すれ違った車が俺らの乗ってる車に対してパッシングっていうの？危険ですよ的な意味合いを持つランプをつけてたんだよね。すれ違った全部の車がさ、見た限り車に異常はないし、友達は具合悪いっていうし、なんかあったかな？どうして泣いてるの？怖いから。なぜ怖いの？忘れられないから。何を忘れられないの？昨日見た怖い夢。どんな夢を見たの？誰かに追いかけられてた。誰に追いかけられてたの？それだけが思い出せない。その後はどうなったの？捕まえられた。そこで目が覚めた。こうやって話してもまだ怖いの？怖いよ。とても。どうしてほしいの？こっちに来て抱きしめてほしい。これでいいの？うん。どうして笑ってるの？思い出したから。いかがでしたでしょうか？意味がわかると怖い話。よく意味がわからなかった方は、もう一度最初から聞いてみてくださいね。それではまた。意味がわかると怖い話が生まれるその日まで。さようなら。